ウォリアーズしっかり弱くないですか。133対118、ボコられたね。で、今日ウィギンズとクミンガをスタメンで使ってたけど、俺あんまりあの2人を起用するの好きじゃないんだよな。結局なんかカーもインタビューであの2人を並べるのは失敗だったみたいな、まあ、結果的に失敗だったみたいな話してたけど、そもそもあんまりうまくいく可能性低いようなデュオだと思うんだよね。まあ、ディフェンスの部分とサイズの部分を補えるっていう意味でその2人を並べるっていうのはまあ理解はできるんだけど、なんかウォリアーズっていうのを考えるとあんまりいいイメージないんだよな。で、あとはステフィン・カリーが今日もスリーポイント0分の9とかだっけ、9点しか決まってない、14分の2、スリー9分の0。かといってカリーと交代して出てきたポジェムスキーもフィールドゴール11分の2、スリー8分の1。まあ、初っ端あのスコバンをステフィン・カリーにくっつけて、まあ、そこでクロスマッチアップさせて、まあ、お互いミスマッチなんだけど、まあ、スコバンの方がこう、まあ、機動力と、まあ、サイズの大きさで、まあ、カリーを苦しめたみたいな。で、カーもカーでそれに、まあ、すぐに気づいてあのタイムアウトをすぐに2回取ったけど、まあ、あんまり解決にはつながらず、まあ、でも後半からはうまくバスケットができたみたいなことは言ってましたね。1ピリからもう負けるのが分かったの初めてそうね、ちょっとさすがに離されすぎて、まあ、後半で後半はむしろウォリアーズの方が良かったよね。だからしっかりとハーフタイムで、まあ、改善はできたんだろうけど、にしても27点差つけられたら、まあ、いくら修正できたとしてもさすがに追いつける点差ではなかったみたいな感じかな。いや、迷いがすごく感じるよ、スティーブ・カーから。なんか自分の信念に疑い持ち始める時が一番危ない気がするんだけど、なんかウォリアーズはそんな感じがするな。クレイ・トンプソンから始まってるのか、ドレイモンド・グリーンから始まってるのか分からんけど、軸となる選手で戦ってきたけど、なんかいろいろ問題を起こすし、タフショット打つしみたいなんで、そもそものウォリアーズのアイデンティティに亀裂が入り始めてて、まあ、それをこう信じ続けてっていうのも全然できるんだろうけど、ちょっと多分カー本人がそこに迷いを、感じてんのかな。そうなると一番危うい気がするけど、もしだからそれが本当だったら、ウォリアーズはプレーオフ行けたとしても初戦で敗退するぐらいのチームで終わるのかなとかも思っちゃいますね。難しいよな。今日ウルブズ VS マブスの試合見たのね。で、まあ、ウルブズも負けましたよ今日。けどウルブズはすごく良かった。あのニックス相手に負けたやつとか、ペリカンズ相手に負けたやつとか、あの負け方よりも全然いい負け方だった。エドワーズもね、なんかインタビューで言ってたんだけど、俺らは勝ったはずだったこの試合はみたいな、でも俺らって負けたんだよねみたいな、なんで負けたのか未だに信じられないわ、そんなことをねボソッとつぶやいてて、でもまさにそのエドワーズは勝って試合は負けたみたいな。エドワーズはカイリーにもドンチッチにもスティールかましてたし、フィールドゴールも 50% 以上の確率で決め続けてたし、エドワーズはめちゃくちゃ良かったから、まあ、本人は確かに負けた感覚はマジでないだろうなってぐらいすごかったんだけど、まあ、でも今回はあのどっちかっていうといい負け方だったよ。だからやっぱりあのマブスを称えたいなと思って、でその今の話につなげるとね、そのウォリアーズのスティーブ・カーがちょっとこう自分たちのアイデンティティに迷いを生じてるって話につなげると、ジェイソン・キッドいろいろ言われてるけど、個人的にいいなって思うところが、要はビッグマンがライブリー以外正直誰使ってもあんま変わんないんだよね。ドワイト・パウエル使ってもリバウンド取れんし、まあ、頑張ってくれるからハッスルで、まあ、オフェンスリバウンドもぎ取ったりはするけど、ゴベアに勝てるかっつったらまあ勝てんし、でホームズもね勝てんしっていう中で、スモールでもう戦おうと、もうディフェンスリバウンド取られることはもう仕方がない、仕方がないっていうのはこのサイズが原因で取られることはっていうことね。あのサボって取られるのは全然良くないけど、そのサイズ面で取られるのはもう仕方ないから、もうこの際振り切っちゃおうっていう展開をされたのよ。だから実際リバウンドめっちゃ取れたよね。特に前半ウルブズ普通にオフェンスリバウンドいっぱい取ってたんだけど、それでも勝てなかったのよ。でもなんかそのあんなにリバウンド取られてたのに、それでもスモールボールを続けるっていう、あの
その振り切り方がきっと今日のウルブズを苦しめたんだろうなと思って、だからリムプロテクターはいないんだけど、その分 DJJ があのウィークサイドから走り込んでゴベアを止めるとか、グラントが体張ってタウンズつくとかで、もうリバウンドにはサイズで勝てないんだったらもうみんなであの参加して全員で飛び込んで、で取れなかったとしてもそのセカンド相手のセカンドオフェンスもしっかり足を止めずに守り抜こうみたいな。ただジェイソン・キッドもすげえ指示出してたし、エドワーズがピック使おうとした瞬間にも逆サイドの選手を呼ぶようにこう来い来い来いみたいな。でもあれってなんかスモールで戦ってるからこそこうそうしなきゃあの勝てないっていう、そういうディフェンスをしなきゃいけないっていう、なんかそういうのがジェイソン・キッド経由でチーム全体でなんかちゃんと共有できてた。ああいうのがまあ時には大事になるんだろうなっていうふうに思うね。でやっぱいろいろ言われるじゃん、そのなんで身長で負けてるのになんかスモールボールでやるんだとか、結果それで負けた試合も、まあ、あると思うんだけど、それでもこうじゃあそこでホームズ出してってやったとしても言うても中途半端や。確かにサイズちょっと上がるかもしれんけど、それすることによるスペーシングが狭くなるっていうのとかといろいろ天秤にかけた時にそのちょっとサイズが上がるっていうのなんて多分あんまりプラスにならない、まあ、もちろんそこにあのフォーカスを置いて信じ切るっていう風でやるんであればそれも大事かもしれんけど、まあ、キットはもうそうじゃなくて中途半端なプラスになるぐらいだったらもういっそのこと使わずにあのスモールで戦った方がいいみたいな。だから前のインタビューで相手に120点取られようが俺らが130点取れば勝てるっていう、120点、俺らの今の状況だと120点取られてしまうけど130点取れるのが俺らの強みなんだみたいな、まあ、あの発言もいろいろ言われてたけど、やっぱあんぐらい振り切ってで戦うことの大切さみたいなのはすごいマブスから感じたし、まあでもウルブズも振り切ってるからね、ウルブズもツインタワーっていうのに振り切ってるから、お互い振り切れてる同士でやっぱりあそこまでいい勝負ができた。で最後の差はあのクラッチタイムのあの、まあ、勝負弱さ、ウルブズの、まあ、勝負弱さというか、まあ、エドワーズは勝負強いからあれなんだけど、まあ、戦い方だね、クラッチタイムの戦い方でもう圧倒的にカイリー・アービングの落ち着きに負けてしまったっていう。スリーめちゃくちゃ決められたし、カイリーにもうコテンパンにされて、まあ、ドンチッチにもコテンパンにされたけど、まあ、ドンチッチにやられるのはもう想定内としても、カイリーにあそこまでなんかベテランガードみたいな、加えてなんかスコアリング能力もまだまだ最強ですよみたいな、あの組み合わせの攻め方されたら、まあそれはちょっとウルブズにはかなわないなみたいな、ウルブズではかなわないなみたいな感じだったね。だからちょっと話戻すけど、そのウォリアーズの今の負け方とか、あとレイカーズ今日勝ったけど、レイカーズもいわゆるローテーションを、まあ、今年はすごいたくさん変えてるわけよね。だそれを柔軟性があるっていう見方もできるし、一方でこう一貫性がないっていう見方もできるし、こう信じきれてないみたいなね。だその今ウォリアーズとレイカーズはなんか同じような悩みを抱えてて、なんかきっとはこう解雇しろ解雇しろって言われながらもなんだかんだ今5位とかでしょ。だからその辺のなんか違いはすごく感じるなっていうのは思いましたね。例えば柔軟性があると言われるが負けると一貫性がないと言われる。そうね、だからやっぱり結果だけで見たくなくて、そのなぜそういう経緯になったのかみたいな、そこをやっぱ重要視個人的にはしたいなと思ってるけど、柔軟性のあるチームの方が明らかに強いと思うんだから。もうそれってこう軸が一本あって、その軸から発されるエリアというか、まあ、このマイクが軸だとしたら、あの強いチームはまずこの軸があると思うね。でその上でさらに強いチームっていうのはこの軸から影響されるというか、なんていうの、このパワー、この軸から生み出されるパワーのこのエリアがどんどん広くなっていくと思うんだよね。でこうなったチームが初めて柔軟性をこう追い求めれると思うのよ。でもこのパワーがちっちゃい状態で柔軟性って言っても、この円の中からはみ出たものをやるわけじゃん。それはなんか逆に混乱を生じるっていうか、なんかその例えばレイカーズは、レイカーズも軸はあるよ、でウォリアーズも軸はあるけど、レイカーズの軸から発さられるパワーっていうのは多分そこまで円が大きくなくて、だからリーブスとディアンジェロ使ってみる、どっちも使ってみない、キャム・レディッシュ入れてみる、バンダビとキャム入れてみる、八村使ってみるみたいな、ありとあらゆることやってるけど、そのどれもが、まあ、どれもとは言わないけど、そのこっから
発さられるパワーの外側でのなんかチョイスだから、それがこう選手たちの混乱につながってるみたいな。でウォリアーズはドーンって構えてて、そのパワーもめっちゃ強くてこんぐらいでかかったんだけど、それがなんか徐々に徐々にこうちょっとずつちっちゃくなっちゃってて、でこのちょっとずつちっちゃくなっちゃってるのに対してスティーブ・カーそのものが多分あれこれじゃあもしかしたらダメなのかもしれないみたいなちょっと疑問を抱き始めてしまってて、だからこう軸もなんかこうなってるし、パワーもちょっとずつちっちゃくなっちゃってるし、その上でなんか柔軟性みたいなのをやろうとするから、なんかクミンガからこうもうスティーブ・カーにはちょっと信頼できなくなったみたいなこと言われるし、ムーディーからもなんで俺が使われなかったのかわからないみたいな言われるし、結局柔軟性っていうのはこの軸がしっかりしててその上でみたいなところはあるんじゃないかなって思うけどね。もうスモールボールのチームは勝ちづらいのかな。やめて、今日スモールボールに負けたウルブズっていうチームがいるんだから。関係ないと思うよこれ、関係ないと思う。そのツインタワーだろうが、スリービッグだろうが、スモールボールだろうが、スリーガードだろうが、その勝ちづらい勝ちやすいって関係ないと思う。全てにおいていい面悪い面があるから、全てにおいてあるから、悪い面がないものなんて一切ないと思う。だあとは信じきってで全員が同じベクトル向くかどうかだと思う。それができないチームのスモールボールは弱いと思うし、それができるんだったらスリーガードでも強いと思うし、去年のレイカーズベスト4まで行けたのはスリーガードいろいろ言われまくったけど、そのダービンハム本人がそれを信じきったがゆえにベスト4まで行けたと思ってるから。ウォリアーズはシアカム獲得のダークホースになってますが、シアカム獲得してチーム状況変わると思いますか。いやまあ変わるんじゃない、さすがにチーム状況が変わるレベルの選手だとは思うけど、クミンガーの上位互換みたいな感じで考えたらすごい強いんじゃない。クミンガーはどうしてもこうドライブ志向だから、正直そもそもスティーブ・カーがあまり好きじゃないタイプだと思うんでね。けどそうも言ってられない状況だからクミンガー使うけど、けどだから信じきれない部分があって、この間のナゲッツ戦クミンガがスタメンで良かったのに結果終盤で全く出れずみたいな、終盤どころ4ピリで全く出れずみたいなのは、どんだけ効率よく得点取ってくれたとしてもそれ以外の部分で気になるとこがあるっていう。だからそれの上位互換であるシアカムはそのスティーブ・カーの好みではないと思うけど、結局クミンガとウィギンズで何とかしなければならないこの状況を考えると、まあ、だったらもうその上位互換を取って何とかした方が手っ取り早いみたいなのはなんかある気もするのかな。